こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。メルカリやラクマで商品が売れません。簡単に評価を上げる方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、YouTube からね、えー、質問来ましたので、ぜひね、お答えさせていただきます。はい。えー、と、質問の方なんですけど、まあ、メリルカルラクマですね。 特に、楽マで商品が売れないっていうことなんで、連絡がありました。で、えー、商品なんですけど、まあ、レディースのアパレルとかね、レディースのスマホやケース。まあ、女性ですね、女性専門のアパレルやってる方なんですね。で、あの、全然楽マで売れないってことなんで、ぜひね、まあ、こういった場合どうしたらいいかってことね、傾向と対策ですね、ぜひ説明させていただきます。はい。えー、まず、楽マでなんですけど、お客様ですね、購入者の方はメリカリアル圧倒的に少ないんですね。 で、どうしたらいいかっていう、ただ一つなんですよ。それはですね、あの、儲かってる方を徹底的に調べてほしいんですよ。で、儲かってる方っていうのは、儲かってる商品を出してますので、儲かるじゃないですか。なので、あのー、ま、あ私もですね、あのー、ま、あカメラ出してるんですけど、ま、あ売れます。正直。で、売れないって方もやっぱいますよ。うん。で、売れないな、売れない対策ですね。もう取らんといけないんですけど、ま、あライバル世にね、よりも、ま、高くるっていうかね、まあす、 方もあるんですけど、まあ、アパレルに関してし言ってしまうと、まあ、基本的にラクマって女性が多いんで、まあ、売れる確率は非常に高いと思うんですよ。なので、あの売れている、ね、方ですね、もうとにかくですね探していただいて、ですねでその方がどういった商品を出しているかってことですよね、と同じ商品ですね出していただければ、ですね、まあ、これはです、ね、自然とですね傾向をつかめます。おそらく。はいですねただ、商品が違うだけであって、 まあ、物売るのは一緒なんで、ぜひね、それをね、あのー、攻略していただければね、いいかと思います。はい。はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるね、マリヒマネプレゼントします。ニックリームかスタンプお願いします。それでですね、えー、ゼラインテーマコミュニティですね、始まりました。興味のある方はね、メッセージからよろしくお願いします。あとですね、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE やとた登録にね、よろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。